よーいスタート。あち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 、マジでなんでそんなミスすんの。ちょっとみんなも一緒に3分待ちましょう。そういうことですよ。でこれはね3分ぴったりみんなとカップラーメンを待つって動画です。誰が使うんだっていうあと今意外と3分のさカップラーメン少ない。今これは3分、これは3分いいじゃん。あと2分30秒ですね。ちょっとみんなにちゃんと説明するこの動画の意図。はい、この動画は3分間ぴったりの動画を作ることによってお湯入れた瞬間からピッて動画そう出して、3分間暇じゃんあれ。そう、その3分間を僕らが楽しんでもらおうかなっていう動画。あと2分13秒。佐々木みんなを楽しませるなんかしに来てみんなを投資出してなんかカットできないからな。あ、そうか。お前が今すごい時間食っちゃってるから早くパスやって。いやお前がいけ。食欲が湧くようなことを言わないと。みんながカップラーメンの豆知識、コロッチャーっていうのがあるんですよ。このビッグカップなんだ。メガビッグちゃんと喋ってちゃんとしようちゃんとしよう。編集できない。ビッグマックってビッグマックってビッグマックの話してる。あ、違うビッグマックじゃない。カップラーメンだ。カップラーメンの3分のなんかあった伊藤家の食卓ですよね。だからいやわかんないけど知らんね。伊藤家の食卓でカップラーメンをなんだっけなんか3分出そう3分をだからその測らないでも食べれるっていうのがあるんですよ。だからどうやってんの。ちょっとそれは調べて最悪じゃん。調べて今調べてる。他のやついこう。カップラーメンの豆知識。カップラーメン、最初のカップラーメンって大阪でいや本当大阪ですごい貧乏なおじいちゃんが麺が好きだから。本当？本当？好き、その貧乏なおじいさんが麺が好きだから。麺が好きだから一生麺を食べたいって言ってカップラーメンを作ったの？いや違う。なんで3分なのか教えてよ。なんでだって4分かもしれない。分かります分かります。でも4分のもあるじゃん。佐々木なんで3分か分かった？ちょっとすいません待ってください。ちょっともう少し。3分はあれです。だからおじいちゃんの一生の体感時間